さあ 2.19 新宿フェイスクラッシュ EX ネクストジェネレーションファイト、赤コーナーがチームドラゴン伊沢奈美と17歳です。対する青コーナーセンチャイムエタイジムから光るセンチャイジム22歳、伊沢は K1 甲子園2009出場を経て昨年プロデビューを果たしました。対する光るはこれがデビュー戦です。さあ第1ラウンドのゴングです。さあ 2.19 クラッシュ EX、 解説は格闘技ウェブマガジン GBR 中村匠さん、そしてクラッシュのエース格闘新宿所属石川直樹選手の二方です。よろしくお願いします。さあ石川選手、もうのっけから光の方が膝を中心に攻撃仕掛けてきましたね。あの戦隊ジムなんで上田行きたいかと思いきやパンチでも必要な感じですね。ここは今コンビネーションでした。それに対して返す刀でパンチがある。赤いグローブは伊沢です。押し込んでいく、これを1回取り落とす姿勢になりました。さあとにかく中村さん、今大会若いファイターたちがたくさん出演してきました。楽しみですね。そうですね、こんなに若い選手がいるのかっていうぐらい、はい、揃ったので、はい、まあ、この勝ち負けももちろんそうなんですけども、気持ちの強さとかで勝ちに行く姿勢っていうのを今回は見たいなと思います。そうですね、そのファイティングスピリット、まずこのリング上で、プロのリング上でですね、どうアピールできるのか課題にもなってきます。ミドルキック、右、そして右膝、それに対して伊沢はかかとも使ってきます。チームドラゴンの選手の得意技ですね。よかったときに、伊沢は17歳、右ストレート、光は22歳です。右のミドルキック。さあ石川選手、はい、今第1ラウンド中盤まで入ってきましたけれども、局面的にはどうご覧になっているんですか。そうですね、光センチャイジム選手のまたデビュー戦なんで、はい、まだ高いかなって思ってたんですけど、結構自分のスタイルを貫いてる感じですよね。まあ、でも感じたい試合が飛び出す。そうですね、その2人の武器はここまでアピールされていますね。そうですね、そんな中右のローキック、そして前蹴りは伊沢。中村さん、だいぶ一撃の力も伊沢はついてきたようですね。伊沢選手のデビュー戦取材したんですけども、やっぱ1ラウンド緊張したんですけど、こう試合が進むとどんどんこう体がほぐれてきて、この右のローキックがすごく良かったんで、今日も走ってるんで、ちょっと左足が光の方は流れますよね。そうですね、戦いきてこうカットできてない感じがちょっと伝わります。やはり石川選手、この右のだいぶ効いてきているようですね。効いてきてますね。あとあのチームドラゴン特有の、建築からの画像を撮るみたいな、あれが結構効いてるので、膝の裏にも来ます。そして桃へ、膝だ。ここはどうだ、立っているのがやっとか光る。右アッパーも繰り出す、コーナーに押し込んだ、最後に膝を返した光る。ここで第1ラウンドが終了です。第2ラウンド、ラウンド2、はい。さあ3ラウンド中の2ラウンド目になります。交錯するところから2ラウンド入ります。光選手はすごくパンチから膝につなげるのがうまかったので、首相撲じゃなくても膝上げをうまく使えると思うので、はい、そういうのを右クー、いや、ダウンを奪われました。中村さんが仕掛けに行ったところ、そうそう、ちょうど飛び膝食らって同じように飛び膝返そうとしたところに右のパンチをカウンターで終わっちゃった感じです。いや、石川選手、伊沢がよく見ていましたね。完全にペースがダウン取る前からもう、はい、伊沢選手のペースになってて、でちょっと乗っかって先輩の選手が、はい、なんか同じようなことをやった先ですね。さらに蹴りが続いてくる。ここはもう一気に試合を決めてしまおうというところか、伊沢。これで勝てばプロ2連勝ということになります。昨年12月デビューから、ここ一気にパンチが顔面を捉えて、さらに右のローキック、2度目のダウンを奪っています伊沢。
サン選手ダウンがあったのにすごく冷静です、ね、ガードをしっかり上げてローケって倒すので、こうダウンと結合したら行きたくなっちゃうんですけど、すごくなんか豪快さを感じます。ブレはありませんね、はい、そしてもう一度ダウンを奪えばこのラウンド中伊沢の KO 勝利となります。折れたら負けだというのは石川選手心のことになりますか。そうですね、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、はい、折れなきゃ助けられる。時間はあと1分21秒だったんですが、心ごとへし折ったのか伊沢のキーローキックです。第2ラウンド3ラウンドを奪って、これは完璧な勝利です。伊沢並人